はい、どうも、白コリです。コンコリー。デイブ・ザ・ライバー、続きを遊んでいきます。はい、本日はメインクエストの氷河通路の奥、巨大鏡を動かそうをやりたい。ただ、この3日間、嵐が訪れていて、特殊なサメが登場するという噂も聞いているんですね。そちらも見てみたいし、どうしよう。とりあえず、クックスタを見ましょう。なんと、ヴィンセント先生が撮影後にも料理を食べています。本当に気に入ったようですね。ゆいさん、レポートありがとうございます。撮影後にもお寿司食べてくれてたのかな。本当気に入ってくれて嬉しいですね。よかった。ところで、次のランクアップの条件は、必要フォロー数が720、アチスコア375、そして研究済み料理数が32。まあ営業を続けていけばね、必要フォロー数と料理数はいけそうだけど、味スコアか。たくさん取って取って、お寿司のレベルをアップさせないとですね、料理の。さて、ミニゲームとして追加されたギャオ、こちらを見てみましょうか。はい、今卵って感じみたいですね。食事、まだ生まれてないから何もできないのか。通知オンにしときましょう。これでなんかお腹空いたりしたら教えてくれるのかな。まだできないんだよね。じゃあこのまま放置しておきましょう。ギャオ、某なんとかっちを思い出しますね。まああと3日あるんでね、今日は魚人族の村に行って氷河通路に行きましょう。まだ3日あるから。大丈夫大丈夫。明日はちゃんと嵐の海、朝も昼も夜も探索してみましょうか。はい、到着しました。で、美馬おばさんのところでなんかお饅頭を売ってくれてるんですよね。特殊な効果を発揮する。基礎ダメージアップ、移動速度増加、ダメージ減少、近接武器ダメージアップ。おー、結構お安い値段でいい効果を得られますね。ダメージ減少、いや移動速度アップ迷うな。ダメージ減少と森の基礎ダメージのアップ、特大ミママンを注文しましょう。美味しいお饅頭をよろしくお願いします。やっぱ料理をするときは真剣な表情になるんですね。美味しそう。特大ミママンいただきました。ここに来たら必ず食べていきたいですね。そのために初の落とし子レースで稼ぐ必要があるんだな。はい、氷河通路に入ってきました。この下ですね。ここ。よし。コブラにもらったバールで石を引き抜いてみよう。ここでバールを使う。これでいいのか。よっ。おー、抜けた。おー、傾いて氷が溶けましたね。やった。わあ、原木の実のエネルギーってすごいんだな。こんなに分厚い氷を溶かしてしまうなんて。さて、それじゃあ再び下に向かおう。それにしても寒すぎる。バンチョ寿司の温かい味噌汁が恋しい。帰ったら味噌汁お願いしよう。オーダーしよう。きっと作ってくれるバンチョさんなら。で、私はここの生物を取ってから行きます。こっちの右側さ、また行けるかな。こっちにまだ捕まえてないと思われる生物がいたんですよ。プラス壁画もあったじゃないですか。壁画の写真撮らなくていいのかなと思ってね。てかこのレーダーにデイブ当たってて大丈夫なのかな。あ、そうですよね、やっぱ写真撮るよね。これこれ、写真撮ろう。ちょっと引きにして、こんなところかな。はい、うん、ちゃんと映ってますね。 OK。 でこれを、これこれこれ、
取ったことないと思う。君は何だい？タコのような見た目ですけどね。よいしょ。はい。十文字ダコだって。タコだタコだ。戻ってきてよかった。この前の、ま、ムービーというかなってる時に捕まえてない子いるなって思ってたんですよね。はい、それでは準備整いましたので下へ向かいましょう。お、ああ、ちょっと待って、口でか。口でか。あ、でもこの子なんか見たことあるかも。名前見れば聞き覚えがあるんじゃないかな。強いですね。よっしゃ。うおー、フクロウナギっていうのか、君。いやー、口でか。うん、ここも行き止まりなんだね。ほぼ一番下まで降りてきたと思うんだけど、とりあえず辺りを見てみよう。 OK。 壁画の写真も撮らないとだし、このタコも捕まえたいし、忙しいですね。よし。じゃあ、寒いところに降りてきたら、レンズに霜がついちゃうな。指で拭いてから撮らないと。こう、一旦こう合わせて、ボタンを押して、あ、なるほど。取り除いてからの、これで OK？ うん、ナイスですね。そうか、細かいですね。寒いところに来たから、霜を取り除かないととか、すごい細かい。まあでも実際そうですもんね。水中でもそういうこと起こるのかな？あ、君知らない。こう、ちょっとぼーっとしてますね。君はなんていう子なんだい？あれ、なかなか強いんじゃない？体力ある？君。あれ、もう一回？もう一回？よし！来た来た！グローブフィッシュ。グローブ。どんなお魚なのか。あんま美味しそうには見えるかと言われたら見えないんだけど。地上に上がって図鑑を見てみるのが楽しみですね。で、ここから行けるのが右側に新しい道がありますので移動してみましょう。また仕掛けがあるんじゃないでしょうか。はい。あ、ありますね、仕掛けが。氷に閉ざされていて、結構氷に閉ざされてるな。あの奥を氷の壁が塞いでる。剣木の実装置を使えば溶かせるかも。剣木の実をここでまず探さないと、ここに入れるんだよね。あ、ここに落ちてる。まずは、これを。で、鏡を、角度を変えて、行くっていうギミックですね。はい。で、レーダーが放たれて、まずは、なるほど。こう、もう一丁。で、いじって、もう一丁。もう一丁。このスイッチが溶ける。これをインタラクト。なるほど。これでアイテムが取れますね。うん。溶けるかな？溶けた。売却できるアイテムが手に入りますね。はい。黄金魚のかけら。で、鏡を上に向けて、はい。
こっち。で、そこが溶けると。いい調子だよ。よし、氷の壁が溶けた。奥へ入ってみよう。今のところうまくいっている。玉がちょこちょこ落ちてるんですよね。凶暴な敵はいない。ここにも壁画があった。とりあえず写真を撮ってベーコン博士に見せよう。そうですね。これも霜を吹くのかな。まずちゃんとこんな感じで合わせといて、しっかり拭いて、ほい。OK。いい感じです。よっしゃ。では、ここら辺の、あ、下に行けますね。下に行ける。ちょっとここら辺の魚取っちゃうから。では、ここから下に行きます。ん、またギミックですね。そこが凍りついてる。うん、ここの鏡は位置がずれてる気がする。どうすればいいのかな。まず剣木の実が落ちてる。落ちてた。ほんとちょうどいいところにありますね。都合よく。また鏡をずらせばいいのね。簡単簡単。はい、装置にセットして、はい、動かして、うん、ああ、おお、なるほど、なるほど。これちょっとどうなんだ、どうなんですか。あー、これ動かせる、動かせるんだ。なるほど。あ、持てる、持ち手みたいなのがついてますね。こうか。これをもう一回叩いて、うん。で、これを、ぐーっと。よし。いい感じ。できました。で、この装置の真ん中を動かして、うむ。通れるようになって、そこでまた動かすんだ。今度はこの氷ですね。はい。もう一丁。もう一丁。で、これを、よい。本当に？いや、いいのか。これを動かして、はい。おー、いけた。氷が溶けました。よし、出口を塞いでいた氷の壁が溶けた。あっちから出ると氷河地域への扉が出てくるはず。ふう、しかし本当に寒いね。早く上がって、温かいお茶でも飲みたいな。デイブ、ほんと頑張ってるよね。もっとみんないたわってあげて。よし。次の部屋はどんな感じなんでしょうか。ん、暗い。ここは暗すぎるね。何も見えない。そうだ、さっきこの実を叩いたら明るくなったよね。これで明るくしてみよう。おーい。ガドンいないといいけど。叩く？おー、しっかり明るく。え、なんかいるんだけど。なんか守り神みたいのいるよ。でっかいガドン？どういうこと？え、ガドンじゃない？
封じられた巨大、やば、強そう、やばい、デイブデイブ、あー、やばいやばい、うわ、あれは一体何なんだ。あんな巨大なガドンがいるなんて信じられない。おや、でも鎖で縛られているようでよかった。水流に乗って早く切り抜けよう。あの先行けなんて言われたらどうしましょう。あれキンドン様とかじゃないよね違うよね。水流に乗ってどうすればいいの。うわ、あの図体じゃ抜け出せないよね。あとはこの海流に乗って出るだけ。来たー、やばい、ジャイアントガドン。なんでそんなジャイアントになっちゃったの。どうして、嘘だろ。捕まったら一巻の終わりだな。逃げよう。こいつ世に解き放っちゃってどうするの。あ、これ避けゲーだ、避けゲーだ。あんまり前に出すぎても避けきれなくなっちゃうし。おー、危ない、危なー、ちょっとやばい、マジでやばい。よし、ちょっと下目にいて。あれ、捕まっちゃった、マジ。あー、リトライ。捕まってた。もっと前にいなきゃいけなかったのかな。上下で避ける感じじゃない、もしかして。よいしょ、うん、これは下でしたね。で、もっと早く泳いで前に行って、前、上、あー、オッケー。で、下、上、早く泳いで、で、また掴もうとしてきてる。あー、つらら、危ない、やばい、あいつ掴もうとしてきてる、上、つらら、やばい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 、助けてやばい、デイブデイブ、もうちょっとだ、多分もうちょっとだ、頑張れ。何か様子が変だ。でかい攻撃の用意をしているような。どうしよう。あ、待てよ、あそこにある剣木の実、奴は光を嫌うからあれを叩けば。わかった、頑張れデイブ。だ、ちょっと、それ何すればよかったの。ねえねえ、何もボタンとか出なかったよ。何すればよかった。どっから、マジ、こっからもう一回やるの。あ、何か様子が変だ。これ何すればよかったの。マウスをこう動かすのかな。うん、おお、なんかよく分かんなかったけどできたっぽい。うん、一旦ひるみましたね。だけどまた追いかけてきそうな予感がする。あ、行き止まりじゃん、まずい。うわ、行き止まり、八方塞がりじゃないか。どうしたら。やばい、上に、おお、気絶。ふう、紙一重のタイミングだったね。こいつ気絶してるみたいだけど、さっき突っ込んできた時下に道が開いたんだ。目を覚ます前に早く抜け出そう。そうしよう。でもこいつどうする、解き放たれちゃいましたよ。あんなでかいやつがいるなんて聞いてませんでしたよね。うわ、タフだな、タフだ。もう目覚めたのか、なんてしつこいやつなんだ。逃げよう、まだ続くんか。うおー、泳いで泳いで、今までにないくらい早く泳いでやばーい、あこう、あああ、まずいまずい、おい、よしよし、ちょっと当たった気がする。よ、
危ない。よ、おい、おい、うん、交互に来てるね。交互に来てくれてるよね。あ、まだ終わらないんか。どうなる？今度こそ振り切ったよね。でもこの振動は地震？まだ来てるよ。おー、また気絶してるだけでしょう。まだ安心できないな。海流が右に早く流れてる。出口があるんじゃないかな。目を覚ます前に早く逃げよう。オッケー、オッケー、よいしょよいしょ。間をうまく。危ない、むずい。おお、おお、ギリギリ。あー、ぶつかっちゃった。難しい。よいしょ。お、光だ。あそこから抜け出せそう。もうちょっと。また追いかけてきてる。九。デイブ、いい。おお。あいつはあそこから出てこれないかな。ん？でかい鏡。あ、とりあえず抜け出せたものの、ガドンに追いつかれる前にあの入り口を塞いでしまおう。そうだ、あの石の山を崩せば。よいしょ。ぬぬ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 ぬ。よし。出てこれないといいね。あ、危ない。ああ、助けてくれた誰かが。おお、埋まってくれた。危なかった。心臓バクバクじゃん。お前は、スワムじゃん。助けに来てくれたんか。スワムやはり人間に任せっきりにするのは不安だからな。このスワム様のおかげで深海魚らの餌にならずに済んだな。さすがに今回は認めるしかないね。助かったよスワム。ははは。さて、では約束通り氷河地域で何があったのか確かめてこい、人間。うう、でもこんなに寒いだなんて思わなかったよ。これ以上降りたら凍え死んじゃいそう。はあ、軟弱な人間め。そのひ弱な体を守る装備や衣類は持っていないのか。一旦戻ってコブラに聞いてみるよ。寒さも防ぐスーツがあるかどうか。仕方のない人間だな。ではひとまず村に帰るぞ。後ろに巨大な鏡があるだろ。あれをもう一度起動すればすぐに村に戻れるぞ。お前は右のレバーを引っ張るんだ。俺は左を操作する。そんな便利アイテムが。何をしている。さっさと右側のレバーを握るんだ、人間。わかった。これをくっつけるんですね。はい。共同作業。よし、それじゃあこのスワム様の合図で一気に引っ張るんだ。ぬぬぬぬぬぬ。おー、扉が出来上がった。よし、これで村からここまですぐに来られるな。ひとまず村に戻って寒さをしのぐ方法を探すんだ、人間。やれやれ、これだから軟弱な人間は魚人族の戦士であるこのスワムとは無縁の悩みだな。さっきから尻尾がブルブル震えてるけど本当に平気なの。実は寒い。な、何をバカな。に、人間は視力も弱いようだな。とりあえず村に帰るぞ。ヘクション、寒いんじゃん。鼻にオキアミが入ってしまった。でもスワムが助けに来てくれるなんて思ってなかった。ちゃんと心配してくれてたんだね。ただのお調子者じゃなかったんだ。戻りました。おお、来たか。氷河地域はどうだったかね。その通路にとんでもなく巨大なガドンがいて、
実を言うと氷河地域の中には寒すぎて入れませんでした。なるほど。そんな暖かい海用の服装では土台無理な相談だったわけか。我ら魚人は剣木の実を織り込んだ服を着ているため耐えられるのだが、ふむ、この剣木の実の布を人間の手で加工することはできるだろうか。え、加工ですか。ふむ、コブラやベーコン博士なら、あるいはそなたには才気ある仲間が大勢いると見た。ひとまずこの布を渡すので仲間に聞いてみてくれ。ふむ、剣木の実の布か。このままでは着られそうにないけど、もしスーツを作ることができれば寒さを防げそうだ。それはありがたいですね。これからもっと下の方を探索するってなったら確実に必要。じゃあもう荷物そろそろいっぱいだけど、もうちょっと詰め込んでから上に戻りましょうかね。嵐の海って言うじゃないですか。深海ザメとかも増えてたりするんかな。深海のサメ、なんか新しいのがいないかしばらく探索してみましょうか。深海のお魚はだいたいね、図鑑もほぼ、てかもう埋まったか。埋まってるはずなんですけど、あんまり探索できそうになかったので朝のダイビングはこれにて終了です。布についてコブラさんたちに聞いてみましょう。はい、フクロウナギが大きかったですね。ここら辺が新しい深海のお魚、